バンダグリフの家みたいな。はっ、はっ、え、怖っ。黒こけだ。安らかな死に顔。これイーサンか。え、違う、エドだ。円卓。あ、燃料。燃やす気だったのか、最初から。机を動かしてる。このドアを開けようとしてる。これ最後だろうな。多分最後じいさんは自分は死のうとしたんだろうな。これが3番目、これが2番で、これが1番だろう。最初に燃料を持ってきたんだ。やつ親だった。ばあさんのゲールが守ってくれてる。さておかし死んだばあさんだよな、多分。バンデグリフに決めつけた。眠り者を起こすには誰かの苦痛が必要だって。見て、ん、机を回す。お、部屋を見つけた時は起きていなかった。これから目覚めようとしているんだ。壁から出ようとしている。バンデグリフは生かしたまま苦痛を与えている。それが眠りし者の望みだったから、その部屋に入らなくては。何があるんだこの中に。僕ならなんとか通れる。そっちから入れてるね。おじいちゃんは入らなかったの。エドはこうするしかない。眠りし者を起こしてはならんのだ。あ、燃料が。部屋を燃やすが関係ない。すでに眠りし者は我らの中にいる。おじいちゃん下がって。死ななければならん。お前も私も。エド、エドも自ら命を絶ったのか。それで光が。はあ、眠りし者、扉の中。イーサンはどうなったんだ。イーサン起きろ、よくやった。恐ろしい事件だったが君が終わらせたんだ。生きてたの、イーサン。ポール・プロスペロ、本当にあんたなの。来るのが遅かった。遅すぎたんだ。そうだね、遅すぎたよ。え、イーサンはまたここに来た。私はこの物語を知っている。イーサンの物語は私のそれでもある。そして物語は終わってはいない。まだ。え、ここでずっと生きてたんだ。燃えてない。ここは物食った。とポールスペローって橋、ダム、教会、この家、物語、罠と頭蓋骨、スペースカプセル。もう終わってるってことかこれ。門の家、魔女の森、古代の神。これが最後の物語か。
もっと押すの。めちゃめちゃ長押しさせんな。すべてクリアしてる。これポールか。おいおい、またここかよ。夕食を抜いたりして、パパもママもカンカンだぞ。そこら中探したんだぞ。出てってよ、兄さん。Hey, Ma, he's in here. これはイーサン視点。なんでこんなものを描いてるんだ。ランプに気をつけて。デイル、お前のせがれはどうしまったんだ。壁の落書きにヨタ話。なんだありゃ。あ、自分で描いてる。夕食を抜くなんて。ずっとここで物語を書いてたんだ。今何時？超能力探偵ポール・プロスペローか。どこからこんなバカげた話を。父さん、トラビスを外に連れて行ってもらえますか。壁に落書きしてんだぞ。あれ何だってんだ。ちゃんと黙れよ。デイル、お前が玉なし野郎だから息子はこうなるんだ。トラビス、さあ行くぞ、来なさい。玉なし野郎、イーサン、このオカマ野郎、トラビスやめなさい。燃えた。出れない。煙が、ガスが。イーサン。7時。あなたの話を書いてて、まさか実際に現れるなんて。君が現実にしたんだ。まだ行けないよ。物語を終わらせないと。みんなの話も書いたんだ。知っている。でも私の物語は終わった。いい物語だった。じゃあもう行っていいの？ああ、行っていい。そしたらどうなるの？新しい物語が始まるんだよ。違うかい？7時4分。これイーサンが書いた物語だったのか。燃えてる。眠りし者もみんな怖かったやつも全部イーサンが書いてた物語だったのか。火事を止めようとしてる。眠りし者とか全部イーサンの話だったのか。イーサン考えた物語。ああ、トラビスの火がエドが消そうとしてる。なるほどね。すごいな。だから一番最初からの能力使ってトンネルくぐったみたいな描写だったのか。What happens then? その時何が起きたのか。7時4分。いやー、なんとも言えん最後だな。いやー、本当はね、そんな話も全部なかったんだね。
このイーサン住んでる自分の町でこう書いていった話だったっていうことですよね。多分。難しいゲームだったな。でもこれあの神の宇宙神とかね、あの全部イーサンが見てなんか入れようとした話とかだったのかな。もうこのポール・プロスペロっていう存在自体がイーサンが書いた物語で、もう7時5分から最初来てたから、なんだろう、そのイーサンのためにこうポール・プロスペロが実現化したというか、そういう感じの話なんですかね。めちゃめちゃポール・プロスペローの声が良かったな。このマーティン・アレンさん、マーティー・アレンかな、めちゃめちゃいい声だったな。こいつな、イーサンかわいそう、普通に火事で死んじゃったんだ。いや難しかった、ただただ謎解きがこれぐらいと絶対にクリアできない。いや、まあ、いい雰囲気のゲームでしたね。もうめちゃめちゃ面白かったとは言えないですけども、あの話自体もね、今までになかったような、ありふれたものでもなかったし、そういう雰囲気もいいゲームでしたね。広いマップの中をもうほぼ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 ノーヒントで解かせる、変わったゲームでしたね。ザ・バニッシング・オブ・イーサン・カーター。さあ、スタッフロール終わって、終わりですかね。はい、ということで、ザ・バニッシング・オブ・イーサン・カーターでした。いかがだったでしょうか。もう、ね、なんかよくわかんないぶっ飛んだ展開とかもね、全部子供が書いた話だったんだな。はい。終わり。それ短かったんじゃない？もう 10話もいかずに終わったと思うんですけども、それなりに皆さん楽しんでいただけたらなと、いただけていたらなと思います。見ていただいてありがとうございました。また変なゲームやります。お疲れ様でした。ありがとうございました。Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see.Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me.